こんにちは、メンズファッション研究家大山俊です。今回の動画では真夏に活躍するサングラスというアイテムについて解説をしてみたいと思います。夏場になると僕はですね、サングラスを必ず着用するんですね。もちろん車に乗る時もそうですし、公園ですとか海で長い時間遊ぶ時なんかには必ずサングラスをするようにしています。ただこのサングラスというアイテムに関しては結構ですね、僕たち30代40代の男性の中には苦手意識を持っている方も少なくないのかなと思います。今までサングラスというものに苦手意識を持ってきて、あまり使ったことがないという方も多いかなと思いますので、今回はサングラスの使い方、選び方について皆さんにお伝えをしてみたいなと思っています。そもそもなぜサングラスをするのかという点なんですが、純粋にですね、夏ってめちゃくちゃ眩しいですよね。特に長時間ですね、外にいる機会なんかにはサングラスがあった方が明らかにですね、過ごしやすいかなと思っています。僕もですね、以前はサングラスというものが苦手だったんですね。どうしてもサングラスというといかついイメージがあったり、あとはなんとなく気取ってるように見えてしまうのがちょっと苦手で、サングラスというものを敬遠していたんですね。ただ実際にサングラスというものを試しに使ってみると、最初は確かに違和感があるんですよ。しばらくはサングラスをかけている自分の姿に見慣れないんですが、それも何回か使っているとだんだん目が慣れてきて、気づけば夏にはサングラスがないと眩しくて外を歩きたくないというレベルになってしまいました。特に運転中なんかはサングラスは1年中僕は使っていますね。直射日光が長時間目に当たるとやっぱりですね、目にダメージを与えてしまいますし、サングラスをかけることで UV カットをするとだいぶ目のコンディションというのが大きく変わってくるのかなと思いますので、まず目の健康というところを考えると、僕たち30代40代世代には間違いなく必要なのがサングラスというアイテムなのかなと思います。ただサングラスというものも結構たくさんのバリエーションがあるので、まずどんなものを選べばいいのか、そしてどのようにかければいいのかというところがなかなか分かりづらいかなと思いますので、今回は僕の私物のサングラスを3つ持ってきました。それぞれ特徴が異なるものなので、これらをこの後ですね、1個ずつ解説をしたり僕自身がかけてみますので、この中から気に入ったものを1つでもいいので皆さんにもぜひお試しいただきたいなと思います。それでは早速いってみましょう。はい、ということでまずは1つ目のサングラスから解説をしたいと思っています。まず最初にご紹介したいのはこちらですね。僕が最近ビューティー&ユースで購入をしましたサングラスになります。こちらはですね、ウェリントンという形のものになっていまして、割とサングラスの中では定番的な形なのかなと思っています。ウェリントンというのは割とこう正方形の形になっていて、縦幅もそこそこあるような形になるんですね。こういったものに関してはまず初級編としては使いやすい形なのかなと思っています。こちらはビューティー&ユースでだいたい 5,6,000 円くらいで買ったんですが、最初のサングラスはこれぐらいの金額で買ってみると非常に入りやすいのかなと思っています。素材的にも軽量で、僕は普段メガネとかあんまりかけることがないんですけど、これぐらいの重たさであれば長時間かけていてもそんなに違和感がないのかなと思っています。色合いに関しては様々なカラーバリエーションがありますが、まずはですね、このようなシンプルなブラック系を選ぶと良いのかなと思っています。レンズの濃度も比較的濃いものなので、まずはこういったシンプルなものから使っていただくと良いのかなと思っています。このようなメガネとかサングラスの形にもトレンドみたいなものがありまして、最近はこのようなウェリントンと呼ばれるようなものですとか、この後ご紹介する丸型のですね、ボストンと言われるものがトレンドになっていますね。どちらもですね、特徴としては縦幅がしっかりとあるんですね。ここ数年はこのような形がトレンドになってるんですが、僕が15年ぐらい前に買った時のメガネってもっと縦幅が狭かったんですね。今日はちょっと持ってきてみたんですが、こちらですね、先ほどのウェリントンと比べると縦の幅がですね、全然違うかなと思います。こちらの方がだいぶ縦幅が狭くて一般的なメガネに見えるかなと思っています。これはですね、もう15年ぐらい前に買ったビクター&ロルフというブランドのものなんですね。このブランドは結構メガネにも定評があって、僕はいくつか持っているんですけども、メガネにもトレンドというものがあって、こういった縦幅が割とですね、狭いものに関してはちょっと今っぽさという部分が欠けるかなと思って、最近ではですね、ほとんど欠けることがなくなりました。ぜひ皆さんにもですね、まずはこのようなウェリントン型のようなものから試していただきたいなと思っています。後ほど実際に近くでかけた様子をお見せしたいなと思っています。はい、続いてご紹介したいのがこちらのメガネですね。
まあ、先ほどちょっと解説をしていましたが、こちらはボストンと呼ばれる形のサングラスになっています。先ほどのウェリントンは正方形のような形でしたが、こちらはですね丸っぽい形になっているんですね。ですので先ほどのものに比べるとちょっとクラシックで丸みのあるような柔らかい雰囲気になるのが特徴のサングラスになっています。僕の場合ウェリントンとボストンがあったら正直ですねボストンの方が好きなんですね。ちょっと難易度は高めなんですが、おしゃれに見えやすいのはこのようなボストンタイプなのかなと思っています。ですのでまずはですねウェリントンから入って、少し慣れたらこのようなボストンというところにもトライをしてみるのも良いかなと思っています。まあ、ウェリントンと同様に結構縦幅があるんですが、もっと縦幅の長いものもあるんですね。ただあまりに大きすぎるものだとどうしても違和感が出てしまうので、あまり縦幅が大きすぎないものを選ぶと良いかなと思っています。そしてこちらのボストンタイプの特徴なんですが、こちらのテンプル部分が金属になってるんですね。セルフレームと金属のフレーム、この2つがミックスされているようなものが最近はトレンドになっていてたくさん出ているんですね。もちろんサイドがプラスチックのものもいいかなと思うんですが、ちょっとメガネでトレンド感を出したいのであれば、このように金属が一部分に使われているものを選んであげるとバランスがいいのかなと思っています。ちなみにこちらはオリバーピープルズというブランドのもので、僕はここのサングラスですとかメガネが大好きでいくつか所有してるんですが、ちょっと価格はするんですね。ですのでまずは5000円以下のサングラスで肩慣らしをして、これはしばらく使えるなと思ったら少し奮発をして購入をするのがいいのかなと思っています。ぜひ少し慣れてきたらこのようなボストンタイプというものもトライをしてみていただきたいなと思っています。はい、続いて最後3点目のサングラスをご紹介したいと思います。今回持ってきたのはビューティー&ユースというブランドとカネコオプチカルというブランドのコラボレーションモデルになりますね。僕はこちらのシリーズがとても気に入って、個人的にもいくつか買い揃えましたし、スタイリングの際にお客様にご紹介することが非常に多いブランドなんですね。カネコオプチカルというのはメガネ好きの方に定評のあるブランドで、そのブランドとビューティー&ユースがコラボレーションしているこちらのモデルはどれもですねバランスのいいものが多くて、僕は結構信頼しているシリーズなのかなと思っています。こちらの形も先ほどご紹介したボストンというものになるんですね。丸みのあるシルエットで縦幅もですね決して大きすぎないので、バランスよく使いやすいモデルなのかなと思っています。こちらは先ほどのものと違ってテンプルの部分までシンプルなセルフレームになっていまして、形自体はすごくオーソドックスなんですが、注目していただきたいのはレンズの色なんですね。ここが普通のサングラスに比べて少し薄めになっているんですね。このようにレンズの色が少し薄いものがここ数年はトレンドになってるんですね。だいたい今から3年ぐらい前だと思うんですね。こういったものをかけてる方がおしゃれな方の中に少しずつ増えてきたんですね。まあ、ジョニーデップとかもこういったものをかけていますよね。このようなサングラスというのは先ほど前のものと比べると色が薄いので瞳がですね少し透けて見えるようになるんですね。まあ、後ほど実際にかけてみたいと思うんですが、まあ、その効果もあって先ほどの普通のサングラスに比べると少し柔らかい印象になるんですね。瞳が覗くだけでだいぶ印象が変わりますので、そういった点でも大きな違いが出しやすいのかなと思っています。僕もこのサングラス最初に見た時にはめちゃくちゃ違和感があったんですね。おしゃれな方がかけてるんだけどもどうもですね目が慣れないなと思っていたんですが、こういったものがトレンドになってきてるんだなというのが頭の片隅にありながら1年間ぐらい経つとですねだんだん目が慣れてくるんですね。最初は違和感があったものもなんかかっこいいかもしれないなというふうに思うようになって、去年こちらを購入をしました。まあ、実際にかけてみるとやっぱり違和感があるんですね。その違和感を払拭するためにはだいたい1ヶ月ぐらいかかりましたが、今ではですね一番このサングラスが気に入っているかなと思っています。旬な雰囲気も漂いやすいので、ぜひこの後それぞれのサングラスの違いというところを皆さんにも見ていただきたいなと思っています。はい、ということでここからは実際にサングラスをかけながらですねどのような見え方の違いがあるのか皆さんにも見ていただきたいなと思っています。まず最初にかけてみたいのは一番最初にご紹介していたウェリントンタイプのものですね。どうでしょうか。ちょっとですね僕は自分でどのように見えるのかあんまりわからないんですが、ちょこっとだけモニターに映ってる自分を見るとですねかなり悪そうですね。まあ、サングラスにはちょっといかついイメージがあるのかなと思うんですが、まあ、このようなウェリントンタイプというのは比較的ベーシックな形になるのかなと思っています。スクエアタイプなので皆さんも見ていただいてそこまで違和感がないのかなと思っています。これは前から見ても横から見ても同素材になっているので一番ベーシックなタイプになります。レンズの色も濃くてですねそんなに瞳が見えないのかなと思っています。まずはこのようなタイプから試していただくと初級編としてはすごく入
りやすいのかなと思っています。正直ですね、僕はウェリントンタイプのメガネってあんまりすることがなくて、今回初めてなんですけども、これはこれで定番的な良さがあるなというふうに感じています。素材も軽量で非常に使いやすいので、下のですね説明欄にこちらの URL の方も貼ってみたいと思います。ちなみに先ほど縦幅次第で全然印象が変わるというお話をしたかなと思うんですが、ちょっとですね縦幅の狭いもの、僕が15年前に買ったものもちょっと皆さんにお見せしたいなと思うんですが、まあ、印象の違いというところをぜひ見てください。どうでしょうか。まあ一般的なサングラスかなと思うんですけども、どうしてもこれだとですね今っぽくないかなというか古臭い感じがしてしまうかなと思うので、僕はあまりこちらのタイプは好きではないです。まあ、ビクター&ロルフというブランドはすごくサングラスメガネに定評のあるブランドなんですが、やっぱりどんなに高いブランドでも長く時間が経ってしまうとトレンドから外れてしまったりするんですね。これも結構値段は高かったと思うんですが、それだったら先ほどの5,000円のものをした方が今っぽくて雰囲気が合ってるのかなと思っています。縦幅があまり狭くないものをですね皆さんにも選んでいただきたいなと思っています。はい、続いてボストンタイプのサングラスをかけてみたいと思います。こちらはですね仕事の時に割と持っていくことが多いサングラスになっています。ボストンタイプのメガネになっているんですけども、サイドがですねこのように金属になっているので、横から見た感じがすごく好きなんですね。前から見るとオーソドックスなボストンタイプで丸みがあって縦幅もあるので今っぽさも漂うのかなと思うんですが、横から見た時にですねさらにですねこういった金属の部分がアクセントカラーになっていくのかなと思っています。さすがにですねサングラスをかけて仕事をすることはないんですが、僕はジャケットですとか T シャツ1枚の時にサングラスをですねこのように折りたたんでポケットに入れておくんですね。そうするとこの天風の部分がゴールドで一つの着こなしのアクセントになるんですね。このようにアクセサリーの一部としてサングラスを使うという方法もあるので、まあよかったら皆さんもですねこのように天風部分が少し変わったものを選んでみるというのも良いのかなと思っています。はい、そして最後にご紹介するのがこちらのビューティー&ユースのですねレンズの色が薄いものになりますね。かけてみたいと思います。どうでしょうか。だいぶ印象が変わってくるかなと思います。レンズの色が薄いので目がはっきりと見えるかなと思うんですが、こういったものであればちょっと今っぽさも出ますし、そこまでいかつく見えすぎないので僕はいいのかなと思っています。レンズが薄いから紫外線が防げないんじゃないかと思う方も中にはいらっしゃるかなと思うんですが、レンズの色っていうのは基本的にあんまり関係ないんですね。このようなレンズにもしっかりと紫外線カット用のものが入っているので全く問題なく紫外線を防いでくれるのかなと思っています。皆さんはそもそもサングラス姿の僕にあまり見慣れてないかなと思うんですが、僕は何度も何度も鏡でこの姿を見ているので僕にとっては違和感が全然ないのかなと思っています。皆さんも最初のうちはサングラス絶対に違和感があるかなと思います。いや全然サングラス似合わないなと諦めてしまいがちなんですが、これは慣れの問題が多いかなと思うので、ぜひ何度か試着をしてまずは目を慣らしていただきたいんですね。そしてある程度慣れてきたら思い切って買ってみてください。そして日々の生活の中で何度かかけていると必ずどこかの段階で目が慣れてきます。そうすると自分の守備範囲が一気に広がるので、サングラスというところをぜひ皆さんにもかけ慣れていただきたいなと思っています。今一番旬なサングラスというのはこのような薄いレンズのものなので、ちょっとサングラスで遊びたいなとか着こなしにアクセントを取り入れたいなとかトレンドの雰囲気を出したいなという方はこのような薄いレンズというところにもトライをしていただきたいなと思っています。ちなみにこのようなレンズというのはジーンズに行けば選ぶことができるんですね。ドッツ機でこのようなカラーレンズを入れることもできるので、ぜひジーンズなどの大手のですねメガネ屋さんに行って相談をしていただきたいなと思っています。はい、ということで今回の動画では夏場に活躍するサングラスについて具体的なものを3つ紹介しながら皆さんに解説をさせていただきました。この中からまずは気に入ったものをですね1種類でいいので試着をしてみてください。まずは買うというところから試着をすることが大事なのかなと思います。今年は最悪買わなくてもいいです。ですのでまずは何度か試着をして目を少しずつ慣らしていただきたいんですね。そうすれば来年ですね目が慣れた状態で買うことができるかもしれないなと思っています。少しずつ階段を上るようにサングラスというものの距離感を詰めていくとですね皆さんの守備範囲が広がるかなと思いますので、実際に試着をしてだいぶ慣れてきたらですねこの中から気に入ったものを一つでも購入をしてみていただきたいなと思っています。以上スタイリストの大山俊でした。よかったらチャンネル登録の方もよろしくお願いします。